エッチを楽しみたいならカワオナ卒業。カワオナってわかります？床オナはこのチャンネルで聞いたことがあって、はい、カワオナは今初めて聞きました、はい、実際にもまあ男性のこうオナニー方法っていうのがいくつか種類はあると思うんですけれども、その中でもですね、このいわゆるカワオナっていうのがですね、もともとこう例えば方形で皮が被っている状態で、その被っている状態のままこう皮を動かすというかスライドさせる。例えば剥くと亀頭が出るんですけど、亀頭を擦るのではなく皮をこう動かすってことです。わかります？私そのオナニーってそうだと思ったんですけど、うん、違うんですか？皮を上下させるのは上下させるんだけど、皮を被ったまま、いや亀頭を被ったまま、はいはい、あ、亀頭を出さない、出さないですか？あ、わかりました、うんうんうん、はい、というような方法なんとなくイメージつきます。神聖とってことですか？神火星でも皮をかぶらせたまま床をなするとか、そういうことですよね。神聖の場合は向けないので、まあ、あくまでもこの方法しかないと思うんですけれども、うんうん、実はこの皮をなにはいくつかの弊害というのが存在して、セックス面でも大きく影響している部分もあったりします、はい、今回はこの皮をなの弊害について先生にもですね詳しく教えてもらいたいなと思います、はい。カワオナとはどういう方法かっていうのをご説明したんですが、皮がかぶったままで皮をスライドさせる、まあ、いわゆる直接的な亀頭への刺激だったりとかは特にないように擦るというような感じなんですけど、これいわゆる後傾の方に多い方法なんですね。なのでまずはこの先生、このマスターベーションの方法について、うん、この皮を動かすとか、まあ、亀頭刺激するとか、うん、まあ、というところで考えた時に、このカワオナっていうのは実際どう、結局ですね、気筒も出してないし、気筒の真下の内板と言われている包皮を出てない状態でやるので、はい、そこの刺激に強くならないんですよね、うん、顔をしてる限り、うん、いざじゃあチェックするときには基本的には気筒出しますから、うん、まあそうですね、早漏、うんうんうん、になっちゃいますよね、うん、普段慣れてないから基本やっぱり守られている状態から、うん、いざ性行為になると気筒が出てくると、うんうんうん、まあ、もちろんやっぱり刺激には非常に敏感な部分なので、うん、まあ、早漏になってしまう。そう、うん、結構やっぱりこう早漏で悩まれてる方も多いと思うんですけれども、比較的やっぱりこういったいわゆる火星包茎によるその早漏に関してはこういった部分も結構影響としては大きかったりするんですかね。大きいですよね、うん、実際にあとはこの早漏がまあなかなか良くならないというか刺激に強くならないっていうような状況が続くと思うんですけれども、もう一つが言われているのはこの皮を動かすこと、その皮をこうスライドさせることによってこれ皮が伸びるのではないかというところなんですけど、はいはい、先生これどうですか？伸びますよ。あ、めちゃめちゃ、うん、本当に伸びます。まあ手術すれば一緒ですけどね、うん、ただ皮はいくらでも伸びちゃうので、はい、包茎の治療をしないならなおさらかっこ悪くなっちゃいますよね。ダランとしちゃうってことですね。ダランとしちゃいますね。物理的なこう皮膚の引っ張ったりとかで、はい、どんどんこう、そう、皮膚って結構いくらでも伸びるんですよね、はい、伸ばせば、はい、なんで、うん、どんどん伸びちゃいますね。本来であればそんなに余ってなかった状態から、うん、皮のとかをずっとやったりするとどんどんこう皮の余りが多くなって、そうですね、っていうところもあるわけですね、はい、うん、床オナもでも同じことが言えますからね、あ、はいはいはい、床オナしてる方は多分皮オナをしてると思います。まずうん、床穴人口で大体 10% ぐらい床穴って言われてるんで、結構多いですね。もうちょっと多いかもしれないですね、うん、人口、うん、結構多いですね。結構多いです。そんないるんですね、うん、まずこの床穴はもちろん改善すべき、今やめるべきというか、うん、方法を変えるべきだと思うんですけれども、皮穴に関しても変えるべきなんですね。変えるべきですね、うん、最初はこう気筒の感覚って、まあ、すごく過敏なので、はい、直接的な刺激を加えるのに抵抗がある方も結構多いと思うんですけれども、そういう方に対しては方法的になんかおすすめの方法、方法、はい、出すしかないよね、慣れるしかないよね。うん、どうですか？男性によってはなんか人を触られるとなんかちょっと痛がる人とかうっとなるような人とかって過去いたりしました？それない？あ、それはないんですね。痛いとできなくないですか？できないと思います。そうですよね、うん、そんな極端な人はいなかったというか、うんうん、人が一番やっぱりこう敏感なんですよね。性感帯としても非常に大事なので、うん、そこを出してあげないともったいないですよね、やっぱり。そうなんですね。もう一つがですね、皮を直せることで、まあ、もちろんマスターベーションもかぶっているまま、うん、レザーもかぶったままとなると皮膚のかぶっている内部に
カウパー腺液、まあ、我慢汁とか、うん、まあ、精液が残ってしまいやすい、そしてそれが汚れが溜まりやすいというような、状態になってしまうというのも言われているんですけど、先生これは、それはもちろんそうですよね、うん、もちろんもちろん地方溜まりやすいですよね、はい、皮を増してると精液とかこの例えば我慢汁みたいなのが溜まるじゃないですか、はい、これってその時間が経つと匂いを発するようなものになると思うんですけど、はいはい、なんでその匂いがこうどんどん強くなっていくんですか。洗わなければですよね、はい、それは強いですよね、生ものが腐敗臭を出すのと同じで、早く結論に行きたいんですが、やっぱまあ包茎はやっぱり改善すべきと言いたいところではあるんですけれどもまずはこの脱皮を治すことのメリットっていうところからちょっとまとめていきたいんですけれども、まずはこの気筒を直接擦るとかなどで感覚を強くすることで早漏も改善できる可能性は高い。そうですね、とりあえずね、皮を治してる人はね、気筒を外気にさらすこと自体、うん、痛かったり刺激になったりするので、はい、まず外気にさらすことが大事ですよね。実際こうシコシコするのは皮でいいと思うんですけども、はい、竿の方の皮でいいと思うんですけど、はいはい、まあ、とりあえず気筒を出してあげないとダメですよね、うん、普段の生活上で例えばそれがパンツの擦れとか、うん、そういった部分でも徐々に鍛えられていくっていう感じ。そう、もちろんそうですね、なんですね、うん、なるべくじゃあ剥いた状態を多くするっていうところですね、はいはい、早漏で悩んでますっていう方も非常に多いんですけど、はい、実際こういった部分で実は対策ができていなかったりっていうような方も結構多いと思います、はい、まずはこの辺から意識して過ごしていただけると一ついいかなと思います。であとは、もう一つその気筒のマスターベーション、その気筒を擦るのにちょっと抵抗がある場合はローションとかなんかこうゼリーみたいなのと使うとかも効果的ですよね。実際その摩擦っていう部分に対して。そうですね、いいと思いますね、うん、はい、そういったものをちょっと使いながら徐々にその性行為に近い刺激に慣れていただくというところ、そういったところでまずは感覚を強化していく、そしてまあ衛生面、皮をなるべく剥いた状態を維持することでそういう匂いとかを発しづらくなる、はい、ということですね、はい、皮をなの次に意識すべき部分としてはやはり包茎手術ですかね。そうですね、包茎手術すれば一番解消されますね、うん、はい、実際に包茎手術をした後の、まあ、マスターベーションの方法っていうのは今まで顔穴だった場合に多分手術後で変わるじゃないですか、はいはいはい、患者さん皆さんちょっとやっぱりこう違和感があるとかっていうお話も術後ちょくちょくいただくことはありますよね、はいはい、ただまあ基本的に皆さん時間が経つと自然にこうもうそれにも慣れていく、そうですね、っていうのはもう常というか、そうです、大体皆さんそういう感じで経過を過ごしていただくので、はい、最初だけちょっと違和感はありつつも、はい、まあ、根本的に改善する場合は、うん、まあ、そういった手術も一つ考えていただきたいというところですね、はい、はい、ということでちょっと皮オナについてこんなところではあったんですけれども勉強になりました。あの、はい、女性も皮オナ多いんだよ。あの、クリトリスの皮をな出してる、ちゃんとバーンされちゃいました。確かに意識してますちゃんとクリトリス包茎結構多いんですよ。女性の方もあまりにも小さくてよく分かってない女性も多いんですけど、うん、ちゃんと皮を剥いてあげるといいですよね。男性ぐらい差ありますか。男性ほど被ってない、男性ほど被ってない場合が多い、うんうん、男女ともに皮はなるべく剥きましょうと、うん、いうことで、あのクリトリス包茎の治療もやってます僕。女性もない方が匂いとかは溜まりにくい、溜まりにくいし、ね、より性感感じやすいって言われてますね、うん、女性は平常時でやっぱり上半分ぐらいが出てる方がいいんですよね。その分皮を取ってあげる。はい、はいはい、なので皆さん早漏で悩む前にご自身のマスターベーションの方法などその点ちょっとこう改善できるようなところを意識しながらですね過ごしていただければなと思います。では今回はエッチを楽しみたいなら皮穴卒業ということで、お話ししていきました。参考になった方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。